こっちがこうやって撮ったんですよ、上から、はい、でこっちが右ですわ、はい、でこっちが左、はい、それの第3子だから、ここに1子が出てないか、だって2、3、これなんですよ、はい、だけどさ、これ見た限りではさ、はい、なかなか難しいんですけどね、チンチラさんの指の、はい、うん、あ、でもあれはさ、関節が脱臼してるから折れてますよ、はい、ブラブラだったから、はい、うん、だからレントゲンではっきり分かるような所見ではない、かえってさ、一瞬こっちが曲がってる、これただ指が、ま、曲がってるだけじゃないで、はい、こっちはあのちゃんと触診したら大丈夫でしたからね、はい、で真横の状態だと、真横じゃ全然分かんない、こっちが左なんですけどもね、はい、一瞬ここおかしいのかなと思ったけど、そうでもないね、こっちもあるもんね、ごめんなさい、レントゲンで分かるほどの骨折線とか、うん、でもただ激しい骨の変異はしてないかなと思います、はい、あとこれはちょっと体全体ね、はい、を取りました、で、はい、これが頭ですわね、はい、でこれ横向きだからさ、これ前歯です、はい、で奥歯の噛み合わせは悪くないですよね、はい、うん、で奥歯の噛み合わせが悪くなってくると不正咬合って言うんだけど、はい、そうすると歯の根っこが炎症を起こしていくんですよ、はい、そうすると例えば上の歯の根っこが歯根膜炎炎症を起こしてくる、きて膿、はい、が溜まってきたりすると、この目からこう涙が目からね鼻に抜けていくの涙管、涙の管って言うんですけど、それがねちょうどこの辺通るんですよね、はい、涙がこの辺通るんですよ、はい、そうするとこの辺が炎症を起こしてくると涙の通りが悪くなって、あの目の病気、はい、なりやすい、はい、とは思うんですけど、ただ歯の根っこからではないんじゃないかな、これ。なんか前はここの歯が本当にここに上の部分に当たってて、そうか、こっちからか。あ、そうです。でそこで炎症、ここで、そうか、ここで。最近ちょっとそれで、で歯削ってもらって、うん、歯を切ったというか、まあ、あ前歯をね。下の歯、要は下の歯が上がってくるんで。うん、あ、前歯って言うんですね、うん、精子、前歯ですね、でここが赤くなってたんですよ、それで今やっとこれが当たってたんだ、それで、うん、そっちが多分その涙腺の方圧迫してたのかなって、うん、そうね、涙腺というか涙管はこういう風に来てますからね、で鼻の奥を、そうか、ま、精子、まあ、前歯精子って言うんですけどね、精子の、でもそうなるとここは真横だから、要は噛み合わせがこっちの方がなんか悪いのかな、前の方が、うん、からね、この子ですね、次これ胸です、はい、うさ、あのごめんなさい、チンジラさんで体がこんなにあるのにさ、はい、胸ってこんだけしかないんですよ、はいはいはい、めちゃくちゃ胸ちっちゃいんですよ、体に近くして、ただ胸の中にこの白い塊、これね明らかに大きいですね、心臓、あ、心臓が大きい、大きい、普通の子が例えば1とすると 1.3 から 1.5 倍近くありますよ、悪いことです、これ真正面でね、はい、ちょっと歪んでるからさ、これでは大きさ見にくいんだけど、はい、多分心臓輪郭これですよ、あ、はい、うん、普通はこんなぐらいですよ、あ、1.5 ほどぐらい、うん、そう、で横向きだとこれが心臓ですね、普通だとこう要はここに胸骨ってあるんですけどね、この胸骨とこの心臓の接線、ここからここまで接してるんですけどね、これ普通もっと少ないです、半分ぐらいですよね、うん、なんかだいぶ大きいんじゃないかなと思いますね、うん、そうか、からあと、まああと、まあ、胸はね、だから肺はまあ綺麗だと思います、はい、これ気管も綺麗ですね、はい、それからまあ頚椎、胸椎、腰椎も問題はなさそうですね、はい、でお腹の中はお腹のどうだろう、胸は4分の1ぐらいしかないですね、お腹がまあ4分の3、もっとかな、5分の1の5分の4ぐらいかな、でお腹の中の3分の2ぐらいが盲腸なの、だからこの辺全部盲腸です、でちょっと腸にガスがあるかな、うん、でこれ真正面で見ると真横だとちょっと分からなかったけど、これが横隔膜で、ここが胃です、で胃になんかちょっと食べ物が少し入ってる、であとこれ全部盲腸なの、ちょっとだけガスがあるけど、まあ例えばあのチンチラさんで訴えするっていう詰まっちゃう、あ、はい、うん、そうするとガスがもっといっぱい溜まってくる、そういう子はね、
まあでもちょっとだけ、まあちょっと観察の仕方を教えますんで、ちょっとしっかり観察してください。はい、でこの指に関してはこれ見えたわけだけど、ケージですと、要は安静。あ、ただそこでさ骨が出てきちゃうとかなんかだったらもう手術、もう手術っていうのはそれをくっつけじゃなくて切っちゃいますじゃないとそんなうまくいかない、うん、かえってそんな骨折をあの合わせようとすると、はい、ただまあ安静にしてれば骨さえ出てこなければ、はい、ね、そ骨出てきたとこからばい菌が入っちゃうんで、そういうことですね、一般状態で下がっちゃうし、それをほっとくとばい菌がどんどん上がっていっちゃうと本当断血しなきゃいけなくなっちゃうこともありえるんでね、レントゲンはじゃあちょっとレントゲンではっきり分かるようなのはなかったんですけど、さっきの診察でやっぱりあれは明らかにおかしいですよね、ブラブラになってるから、あの123第3子がね、それと歯、そうね、そうか、まあ、精子の根元がそうか、歯根膜もちょっとおかしいかもしれないね、奥歯はだから奥歯のことを臼歯って言うんですけど、綺麗ですね、ただ心臓がだいぶ大きいなと、大きいとやっぱりなんか病気、免疫力が弱いというか、なんか病気した時に治りにくいとか、でまだだって若いじゃないですかこの子、もうすぐ2歳ぐらい、2歳過ぎたとこでしょ、2年過ぎたとこだから、ってことはもしかしたら大きさもちょっと小さいからさ、5211日だって普通600ぐらいあるんですよ、だからもともと大きい可能性があります、生まれつき、先天的の、そうそう、そう、先天的の心臓疾患があるのかもしれません。だけど、本当にひどいのだったら、もうちっちゃい時に亡くなっちゃいますけど、ここまで育つぐらいの、ね、そこまではひどくないけどもと、ただ普通の子よりは、ちょっと免疫力、心臓大きいから免疫力弱いとか、呼吸が速くなったりしやすいとか、そういうのがある可能性がありますね。